しんみりしたでしょう。ゴンチチです、どうもよろしくお願いします。ですね、私たちここのコンサートは2回目でありまして、今日は本当にすごいメンバーと一緒にやるということで、まあトップバッターということでしんみりさせますからね。最初はね、最初から盛り上がらんでいいでしょ、あとどんどん盛り上がりますからね。はい、じゃあですね、私たち新しいアルバムレッドボックス、これはね踊れるアルバムなんですよ。はいはい、皆さんもちろん持ってますよね。持ってない人が多いみたいね。ねもし持ってなかったらね、どっかその辺で売ってると思うよ。よかったらね、聞いてください。じゃあそのレッドボックスから2人ではちょっと踊れる曲やれないので、ちょっと静かな曲やってみましょう。短めの昼食。じゃあですね、ちょっと今日は僕ら2人だけではこう寂しいので、1人強力な、助っ人を呼んでおります。パーカッションの架橋郁夫さん。架橋くんです。じゃあですね、架橋くんを交えまして、またまたレッドボックスから、これまた静かな曲で、皆さんよかったら寝てくださいよ。月の船です。
はい、ありがとうございました。月の船お送りしました。それではですね、ちょっとこの辺で皆さんにも踊っていただこうかなとでですね、皆さん今日芝生のその周りにアリはいませんか？います？はい、それがこの曲に合わせて体の中に入っていきますので、いいですね、注意してくださいよ。そういう感じで聞いてください。セミも鳴いてるし、虫に捧げる曲ですね。黒いアリの生活。
はい、じゃあですね、ちょっと楽器を変えまして、これはですね、6弦、僕のは8弦ウクレレというやつですね。普通のウクレレより4本弦が多いです。すごく響きます。で、三上さん、あ、ゴンザレス三上さんです。それから、父松村さんです。そうですよ、覚えておいてくださいよ。はい、でちょっとウクレレで、まあ、普通のウクレレではないんですけど、6弦と8弦で、これはレコードにも何も入ってません。 CD にも入ってない曲、オーストラリアに行った時にちょっと作った曲なんですけど、これをやってみましょうね。三上さん大丈夫ですか？何か言いたいことないですか？ん？大丈夫？はい、じゃあ メリッサという曲。CD 化されるのはいつのことか分かりません。よかったですね、聴けてね。はい、じゃあもう一曲、これこの組み合わせでやってみましょうね。今度はですね、ボノボノというアルバムに入っております、動物たち集まるヒロという曲です。でこれはですね、最初にちょっとこうビルマ、ミャンマーかな、ミャンマーの方へ皆さんと一緒に行きますので、ついてきてくださいよ。はい、で最後曲が終わりましたら、オーレイとよろしくお願いしますね。難しいよ、できへんと思うけど。
うまいことできましたね。バッチリバッチリ、タイミングすごい、さすが。はい、じゃあですね、もう一曲、そのレッドボックスから、これはですね、今からやる曲はアンサーテンナイト、不確かな夜という曲ですが、これはレコードではインストバージョンと、最後はアート・リンゼーというね、人が歌っておりますので、買わないとわからないですよ。多分その辺やと思います。じゃあアンサーテンナイト。
ですね、私たちトップバッターということで緩やかにやってきましたが、ちょっとまだまだ派手なやつでもやってみようかなと。で、皆さん、座ってていいですから腰だけ動かしてくれます？こんな感じかな、アフリカっぽい感じで、できるもんならやってみてください。じゃあ行きますよ、ライトディズニーダンス。
ありがとうございます。頑張ったでしょう。僕はですね、私事ながら本を最近出しまして、こちらの方は粗大ごみってありますか？粗大ごみの日、そんな、いやーいうようなあるんですね。わかりましたよ。はい、僕はね、その粗大ごみをずっと3年間見て回りまして、いろんなごみをこう見つけて、それをこう宝に変えていったというね、そういう135種類ぐらいのごみを見つけまして、それが本になってますので、それもね、その辺で売ってると思うんですよ。はい、一つよろしくお願いします。レコード CD と一緒にね、グッズもありますし。じゃあですね、最後の曲です。最後はですね、いやいや、あといっぱい出てくるから、いや許してください、ちょっと僕高血圧なんですよ。だからちょっと納豆を行さん買うて帰ろうかなと思って。はい、じゃあですね、最後はですね、サウンドオブミュージックという素晴らしいミュージカルがありましたが、その中のマイフェバリットシングス、これを、やってみたいと思います。竹橋くん一つ、割とそうですね、どれぐらいかな、割と早めに行きましょうか。いいですか。じゃあ竹橋くん発射。
ありがとうございました。パーカッション架橋育夫、ギターゴンザレス三上、そして父松村でした。どうもありがとう。